レッドロブスター。レッドロブスターはアメリカフロリダ州レイクランドで創業したロブスターを主体としたシーフードレストランチェーン。アメリカ、カナダ、アラブ首長国連邦、日本に展開している。日本では株式会社セリックスホールディングスの子会社であるレッドロブスタージャパン株式会社が展開する。1968年にビルダーデントチャーリー、ウッツビーが アメリカフロリダ州のレイクランドで創業。ダーデンがフロリダで最も内陸に位置するレイクランドを選んだのは、内陸でシーフードレストランが成功するかどうか試して見たかったからだという。ダーデンのレッドロブスターは成功し、事業は1970年には州内で3点に拡大し、もう2点が建設中だったが、それ以上の拡大を続ける資本がなかったため、 アメリカの食料品大手の社の子会社となる。ゼネラルミルズ参加ではよりカジュアルで、家族連れに対応したストランへ内容を切り替え、全米にチェーン展開した。1995年にオリーブガーデンなどと共に社参加となり、ゼネラルミルズ社から独立した。現在の本社は、同州オーランドにあり、全米で700店舗を運営。アメリカ国内のレッドロブスターは全て直営店で、 フランチャイズ展開はされていない。2014年5月、ダーデンレストランツは、レッドロブスターを、経営不振を理由に投資会社である、ゴールデンゲートキャピタルに売却することを発表。売却額は21億ドルで、2015年中に行われた。1981年に、ジャスコ株式会社、現、イオン株式会社が、米国ゼネラルミルズ主会社のレッドロブスターと、 業務提携し、日本での店舗展開を行う。1987年11月28日に、レッドロブスタージャパン株式会社を設立し、1995年前頃まで、インザムードを BGM とした陽気なテレビ CM を頻繁に放送していた。デニーズやロイヤルホストなどの平均より値段は春が、サービスや味は、鮮度や品質は平均より、 はるかに高い大手ファミリーレストランにより、商品単価が高いシーフードを主体として営業すが、それらの店舗と同様に、ロードサイド中心の出店で事業を展開していたために、平成不況の際には客足が遠のき、業績不振から、債務超過に陥った。2002年2月20日に株式会社、レーンズインターナショナル、現在のレックスホールディングスが、全株式を取得して子会社化し、 イオングループからレックスグループの企業となる。看板は青字に赤文字でロブスターのイラストが描かれたものから現在のアメリカと同様の農ン地の CG デザインによるものへ改められ一部店舗はダイニングレストラン風に順次改装類はスクラップビルドによる新規出店が行われた。現在の看板は黒字に赤いロブスターが象徴的なものとなっている。 2005年5月2日に株式会社、レインズインターナショナル、レックスホールディングスに、商号変更が、持ち株会社制に移行する際、株式会社アートフードインターナショナル、株式会社レーズインターナショナルに、商号変更に、吸収合併される。その後、レインズインターナショナルが運営する他業態へ、転換された店舗もある。2011年1月1日にレックスホールディングスは、 レッドロブスタージャパンの全株式を株式会社セリックスへ上渡、レッドロブスタージャパン株式会社を設立。2013年7月1日に株式会社セリックスが株式会社セリックスホールディングスに称号を変更。2018年10月現在24店舗展開。東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、山梨県、 愛知県、沖縄県、長崎県、大阪府の一都一府級県で店舗展開している。北米にのみ生息するカナディアンドブスターをカナダクリアウォーター社と提携して生きたまま空輸するなど従来のファミリーレストランより高級感を売りにしたサービスを行っている。集客コンセプトの違うシーサイド施設の出店を行うことでお客様は地元の レッドロブスターに戻っていくという考えのもと、セリックス3回リゴは、シーサイドと施設の出店を積極的に行っている。厳格な基準、ライセンス、領期、漁場が定められた、カナダ産のロブスターを使用。カナダクリアウォーター社より生きたまま空輸されている。各店舗のロブスター専用のタンクに毎週送られる。店舗では、温度、水質、塩分濃度の管理を徹底し、 カナダハリファックスの海を再現している。ライブロブスターは注文を受けてから調理される。カナダサンドブスターはライセンス制のため誰でも取れるものではない。また国の厳しい管理の中、量から保管まで一尾ずつ厳格に管理される。量は年2回の一番美味しい時期、春量、秋量でしか行われず、資源保護、品質保護は国の高い基準がある。 世界中のレストランからも高い評価を受けている。ライブロブスターのジャンボサイズ、2から7ポンドの予約も行っており、注文から2週間以内にカナダより直送される。レインズ参加の時代は、牛角とのコラボレーションと銘打って、米国産牛肉ステーキを取り扱うなどのイベントが行われていた。世界を旅するロブスター、2013年3月から12月、 世界の港町の中から4カ国を挙げ、各国のシーフード料理を展開。日本列島ロブスター、2014年3月から12月。アメリカ生まれのシーフードレストランで味わう、日本の旬をテーマに、旬編、夏編、秋編と展開。アメリカンテーブルフェア、2015年3月から12月。米国レッドロブスターの人気メニューを販売。フィッシャーマンテーブルフェア、 2016年3月から2017年12月、東北には美味しいものがあるをテーマに、三陸銀酒、牡蠣、ホタテ、アワビなどの素材を使用したメニューを展開。シーフードジャーニー、2017年2月から2018年12月、ロブスター、シュリンプ、クラブ、オイスターのそれぞれの食材を使い、究極のシーフードメニューを探す旅、その道のりをテーマにメニューを展開。 ロブスターズキッチン2018年6月季節旬の食材を使ってレッドロブスターテイストを加えたシーズナルメニューを展開楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください